その後特別賛美、そして賛美に引き続きパウロ・アクイモド牧師からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。お祈りをありがとうございます。フィリピンのチームがですね帰ってきました。それで証しをしていただきます。よろしくお願いします。皆さんの取りなしの祈りを感謝いたします。まずはじめにお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、フィリピンチームを無事に戻してくださり、またこの証の時を感謝します。また主が豊かに導いていってください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今回のチームは8名で、あと短期間という短い期間で行きました。で私自身も加わったのが本当にその直前だったんですけれども、行く前にデボーションの箇所で、御心なのかということを祈っていた時に、ローマ書の10章の15節から、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょうという御言葉を受け取って、でいくつかの確認も与えられて今回行くことができました。で今回のチームは本当に短期間だったんですけども、いろいろと語りかけもあって、で日曜日においては3つの教会での奉仕があったんですけども、で TLCCC の教会と、あとカスティオ牧師の教会と、あと新たな教会だったんですけども、殉教に関わった教会の中の一つである上司牧師の教会、ジョフル教会がの奉仕がなかったんですね。で現地に行って、で今回はジョージ牧師はどこかで来るんですかということを聞いたときに、今回は来ません。で他のグループなので、もう全く宗派が違うので来ませんということを言われたんですね。ででもどこかに来ないんですかっていうことを聞いたらですね、突然電話をし始めまして、でその日のうちに次の日の日曜、土曜日にそのお話をしたんですけども、日曜日に日曜日の奉仕が突然入ってですね、で5時から盛会がなされていきました。で本当にその時間帯もちょうど不思議な時間帯にその前の奉仕が終わって、でそのジョージ牧師の教会に5時から行くことができたんですけども、すごく TLCC の教会もそうだったんですけども、すごく深い臨在が注がれていて、でメッセージが本当に人々の心に入っているなっていうことも思わされました。で確かに主が本当に殉教の事柄を通してこれからその身を見せてくださるということと、リバイバル終末という事柄をの働きの協力関係ということもチームを通して語られました。でまた次の日の月曜日は特にクルセードという事柄においてポイントがあり、すごく臨済があってですね、でそのクルセードをやってる最中にずっと雷が鳴ってたんですね。で音は鳴らなかったんですけども、ずっと雷が鳴っていて、そして本当に多くの人々が決心の時に前に来てですね、そして癒しも、この顕著な癒しが表されて、でちょうど私が見てた時に女の子が祈ってくださいって来たんですけども、その子は初めは話ができませんっていうことだったんですけども、パウロ牧師が祈られてすぐに耳も聞こえないんじゃないかっていうことで、で初め耳の癒しをしたんですね。でそしてその後に口が話せるようにっていうことで癒しの祈りをしたんですけども、でなんか女の子の表情が前と変わっていて、でなんかちゃんと聞けてるような
感じだったんですね。で、そしてしゃべってジーザスっていう言葉を言ってくださいっていうことを言ってたんですけども、初めはなんか言葉にならないジーザスだったんですけども、だんだんとはっきりとジーザスっていう言葉を口に出して言ったんですね。で、確かに主が癒しをなしてくださったっていうことを、奇跡の技をなしてくださったっていうことを思わされました。で、賛美隊も本当に多くのところに立って、で賛美を捧げることができたんですけども、本当に即席だったんですけども、主が本当に働かれてですね。で、最後のところでは拍手が起こったんですけども、まあ、実は私入るところを思いっきり間違ってしまってですね、でもそれでも主が働いてくださったなっていうことをすごく思わされました。で、本当にこれからマニラにおける働きということからも語られている中で、これから本当にフィリピンにおける神様の働きが進んでいくということをすごく語られた派遣でした。本当に皆様の取りなしの祈りを感謝いたします。イエスです。神の言葉を賛美させていただきます。神の言葉に従い進みゆこう。今ゼロから歩き出そう。主の御言葉から始めよう。たとえどんなに行く道閉ざされても、共におられる主はいつも新しい道を開く。十字架で贖われた我ら主のもの、主の御声に聞き従い、どこまでもついてゆこう。後の雨が全地に降り注ぎ、リバイバルが訪れる。神の恵みが全地に満ち溢れ、大いなる主を崇める。神の言葉は成就する。遅くなっても待ち望め、幻を書き記せ。主がくれた勝利の剣、主Bye.
の力注ぎたまえ、栄光は主イエスにあれ。後の雨が全地に降り注ぎ、リバイバルが訪れる。神の恵みが全地に満ち溢れ、大いなる主を崇める。後の雨が全地に降り注ぎ、リバイバルが訪れる。神の恵みが全地に満ち溢れ、大いなる主を崇める。大いなる主を崇める。